然ボロじゃないじゃん、このスバル。全然いいんですよ、斉藤さん。いや、こんなにパワーあったっけ、ノーマル。続いてはこちらの車、これロアンドだろ。はい、私と全く同じ GDA のインプレッサーで、同じ方です、まあ、同じ車乗ってます。ほら、やっぱ変な女なんで。いや、でも今日は一般女性目線からのなるほど、ね、これちょっとセールスポイント教えてください。セールスポイント、まあ、自分も乗ってるからあれなんですけど、やっぱ男女ともにどっちから見てもやっぱデザインかっこいいじゃないですか。一番かっこいいで、意外と、まあ、私も女の子じゃないですか。で、運転しやすいんですよ、めちゃくちゃ。そうなんですよ、体も全然振られないし、やっぱラリーとか回してたような車なんで、本当に振られない、体も振られずに、めちゃめちゃ安定してるんで、お買い物カーでもいいですし、サーキットでも走れるって。これって、はい、年式はいつですか。これはですね、2004年式になります。それも一緒でした。20年前ってことですね。そうですね、新しいね。走行距離は、走行距離が今11万キロです、うん、スバルのエンジンってどうなの、ヒロキ。スバルのエンジンはだいたい15万キロ過ぎてから、まあ、基本的にそのメンテナンス含めて考えるかなってあるんですけど、まあ、11万キロであればまだ全然そこはタイミングベルトとかだけ気にしてもらえる。これでも塗装いいですよね、うん、確かに。最高。実はですね、2日前に塗り終わったばかりの全塗装。ほやほやなんだ。はい、そうだね。ヒロキ、おすすめのポイントは。おすすめのポイントは、まあ、WRX っていうとみんなその GD、まあ、STI があるじゃないですか、うんうんうん、でもこれは WRX、STI じゃないグレードなんですけど、実はこっちのボディの方が軽いんですよ、STI より。なのでコーナーリングとかは実はこっちの方が軽快で、パワーはあの STI に比べると少し劣りますけど、うん、まあ、運転していてこう警戒感があって楽しいのはこっちの車です、ね、これで2リッターターボで何馬力ぐらい。だいたい260馬力とかそのぐらい出てます、ね、STI だと300あるよね。だいたい300いきますね。そうだよね、はい、ちょっとあ、エンジンルーム、はい、はい、ロアンドは STI じゃないの。まあ、同じ方なので STI じゃなくて全く同じで、やっぱ250馬力ぐらいで、うん、やっぱ本当のスバル好きな人は結構こっちの方 D じゃなくて A を乗ったりするんですよ。これでも100じゃ買えないでしょう。ちょっとこれが微妙なところなんですけど、最近あの値段がものすごい上がってるんですけど、オイル漏れもないし、オイル漏れもないですし、物としてはものすごい綺麗な状況かなという感じはしますね。やっぱさ、水平対向だからこう低いね。そうですね、はい、ありがとうございます。本当に100じゃ買えないよこれ。20年前の割にはライト綺麗、これはクリアなんですよ。だから多分これ今日のために磨いてると思うんですけども、これ相当綺麗ですね。ライト普通こうぼかしが入ってるんだろうね。あ、そうそう、黄色くなっちゃったね、古いのはね、うん、だからそれ相当なんか今日頑張ってきてるなっていう感じ。室内どう。これさ、シートがいいんだよね。そう、でもちょっとまた STI と違うんですよね。なあ、そうなんですよ、シートがいいんだよ。似てるんですけど、基本的に内装 がいい、ね、そうなんです、ノーマルなので結構珍しいですね、うん、結構いじっちゃうお客さんが多いんですけど、はい、うん、そうだよね、結構ノーマルで乗られてるので、うん、物自体はすごい綺麗な状態。程度はいい。あと、はい、これ20年経つと普通ベタつけ出てるんですよ、うん、こういうところが、うん、あのそういうのがあんまりないから、うん、まあ、僕結構古くはあ、でもさ、チェックしてるんで、そう、あのね、ひび割れしてないもん、こういうダッシュボードが、うん、いいじゃん、悪くない、ね、室内いいじゃん、なんか全然、うん、悪くない。シートは、はい、すごくいいね。でもさ、高いのだと200ぐらいしない？そうですね、本当にもう上玉になってくると今もう新車近いあの個体っていうのも存在してきているので、うん、もう今、ね、どん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 上がってきてますから、あ、はい、もう買うなら今っていう感じで、うん、いいですね、買うなら今。なるほどね。いいですか、僕はおすすめですよ。これはいいと思う。このホイールはどうなんですか。このホイールも確か純正だったと思います、スピードラインの、はい、これ純正だよ。なんかこれ値段が分かんないよね。本当に100以内なのかちょっとね、だんだん怪しい気もしてきましたけれども、はい、じゃあちょっとそろそろ実際試乗してみましょうか。はい、ね、はい、お願いします、はい、全然ボロじゃないじゃん、このスバル。全然いいんですよ、GTA って、うん、正直 GTB と大差がほとんどなくて。本当かよ。止まらないですよ。本当かよ。ちょっと GTB の方がやっぱちょっと高いんで。高いよな。そうなんですよ。でも私もやっぱこの同じ方買った理由はやっぱ安かったんですよ、GTB に比べて。どれぐらい違うの、 A と B で値段は。私が4年前に買った時が70万で、うん、GTB の方が 100万ぐらいしたんですよ。パワーが違うと。パワーがやっぱり違います。
違ったりするんですけど、ところどころ正直わからない。とりあえずどうでしょうか。いや、車はしっかりしてる、うん、しっかりしてる、そう、合成もやれてないし、うん、足もちゃんとしっとりしなやかだし、で、ステアリングフィールもね、シフトフィールもちゃんとしてる、うん、全然嫌なところがない。いや、全然ちゃんとしてますよ。してる、うん、ちゃんとしてる、本当に。こういう、こういう今みたいなコーナーとかほら、いや、めっちゃいいよ。めちゃめちゃ速くないですか。いや、めっちゃいいよこれ。 A でやっぱグリップでさ、聞かしたことありますけど、楽しいです。いや、楽しい、うん、なんだこれ。ちょっとあれですね、いかがでしたか、土屋さん。いや、こんなにパワーあったっけ、ノーマルって。いや、本当に本当に、うん、あの GDA は GDB と違って下からトルクが出るんです、うん、だから乗りやすいのはこの WRX のパターン。軽いね。あ、そうです、こう、あの動きが、車重が軽いんで、やっぱそこの回答性に結構響いてくる、うん、あとシフトフィールとかさ、ステアリングフィールがカチッとしてる、しっかり。ああ、本当ですか。うん、じゃあ11万キロですけど、全くやれてない、やれてない。ああ、本当ですか。うん、ボディ剛性もやれてない。うん、うん、デリさんどうでした。いや、ゲロがやっぱりいやゲロが出そうだったさあ、はい、お願いします。これでいくらだよ、はい。こちらのですね、はい、スバルインプレッサー WRX なんですけれども、はい、車両本体価格99万8000円で、乗り出しは、お乗りなし、118万円でやらせていただきたいと思います。まあ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 、はい、すいません、あの車両本体価格100万円以内ということで、はい、でもこの手のスポーツカーが100万ちょいぐらいで乗れるんだったら、はい、うん、はい、お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中で、モータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部もね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ、お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。